どうも健康寺です。今日も自宅でできる簡単運動メニューを紹介したいと思います。イエイ。で、今日やる動きは結構複雑になるんで、前回と同じように1回目は、コーチの動きを見て同じように、チャレンジしてもらうんですけど、で2回目は、画面を見ずに音リズムだけでチャレンジしてもらいます。で、前回は10回ずつやったと思うんですけど、今回はゆっくりやるので20回ずつチャレンジしてみてください。それではスタート。はい、じゃあ足から説明します。足は前回と同じでグーパーグーパーです。グーパーグーパーグーパーになります。で、手は上に上げてグーグーパーグーグーパーになります。なんで、リズムが上と下で違うんですけど、頑張って動かしていきます。それではゆっくり20回いきます。じゃあ足はグー、手はパー。ゆっくり20回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。できとったかな。こんな感じです。簡単な人は、スピード上げてチャレンジしてみてください。じゃあ次は、画面を見ずに、音とリズムだけでやってみます。じゃあ行きます。はい、じゃあ足はグーで手は上に上げてパーの状態で、足はグーで手はパーでスタートします。じゃあ20回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。こんな感じです。僕も結構スピード上げたり、上げてやると結構普通に失敗するんですけど、全然失敗しても大丈夫なんで、お家の人にこう見てもらいながら楽しくチャレンジしてみてください。それでは、次回はレベル4紹介したいと思います。チャンネル登録、いいねお願いします。それではバイバーイ。